こんにちは、トープと言います。皆さん見に行かれたでしょうか？ゴミスパの決戦、見に行った人ならわかると思うんですけれど、もうこのシーンが感動的すぎた。あのスクリーンの迫力を僕が形容するのは到底不可能。もちろん他にも感動的なシーンはたくさんあったんですけれど、やっぱりみんながうすうす危惧していたことが起こりましたね。本編のカット、まあ正直これは仕方ないですね。コミック約4巻分を映画1本にまとめるならカットは必然なので、今回は劇場版ゴミスパの決戦、その魅力を語るというより本編からカットされたシーンを拾っていこうと思います。皆さんのお気に入りのシーンが映画では抜けていたとかあると思います。そこを改めて見ていきましょう。4部構成に分けて語っていこうと思います。プロローグ、第1セット目、第2セット目、最終セット。僕もまだ映画1回しか見れてないんですけれど、体感的にコミックで言うと半分くらい長さになってたと思います。映画しか知らない人は前後にこんなシーンあったんだってなると思います。それを知るとより映画に深みが増すので、この動画を見てもう1回映画を見るのもおすすめしたいです。それでは今回もどうかお付き合いください。まず最初にカットされたシーン、いきなりびっくりした。ここカットするとってなりましたね。カラスと猫の因縁、その一番最初の起源、猫又監督と鵜飼監督の出会い。当時の二人はまだ中学2年生なので、日向や研磨どころか鵜飼コーチや竹ちゃんも生まれてない時代、鵜飼監督のスパイクが完全に読まれて猫又監督にめちゃめちゃ拾われる。やはり猫又監督、当時からレシーブが得意みたい。性格は温厚なイメージだったけど、学生時代はちょっと意地悪だったのかもしれない。すごく取りやすかったよ。君のおかげで俺の評価上がったと思う。ありがとう。相手を褒めながら煽る高等テクニック、どっかのトサカ野郎みたいですね。これがゴミスパの決戦最初の出会い。同じ剣だったから機会があるたびにやり合った。この様子を見てたら鵜飼監督が挑み、猫又監督が受けて立つ、そんな構図に見えますね。しかし中学最後の大会、猫又監督は転校していました。転校先は東京、宮城からは遥か遠くに感じる。それでも鵜飼さんは諦めなかった。打倒猫又康澄。しかし剣が違うから練習試合では交わらない。あるとしたら公式戦、つまり全国大会しかない。その呆れるような信念を貫き高2で再会。猫又監督も驚いたでしょうね。だが再会したものの、2人がネットを挟むことはありませんでした。トーナメントで交わる前に敗北。2人はまだ高2、来年がある。だからいつか必ずお前を任すと宣言。その根性に猫又監督も呆れながら受けて立つと返す。しかし2人はこれを最後に全国を舞台に立つことはなかったらしい。夢は青春の共に消えたと思ったら、風の噂でしてたのか、お互い母校でコーチをしていることを耳にする。2人の縁でカラスノと猫間はたびたび練習試合をやることになった。まだこの頃は20代に見えますね。それから時は過ぎて2人とも年を取る。ここで初めて出てきましたゴミスパの決戦。きっとこの決戦の名は学生たちがつけたのではなく、地元の人たちが楽しみにして名付けたんでしょう。今年こそは何十年もそれを繰り返し練習試合を積み重ねましたが、結局公式戦で戦うことはなく2人は引退。猫又監督はこの数年後に復帰しますが、鵜飼監督は完全に引退します。ゴミスパの決戦、それが完全に過去になろうとしていた頃、この男が思いをつなぎます。一通の電話から再び走り出すっていうのが本編ではゴミスパの決戦の始まりなんですよ。この流れが映画では全カットでした。きっと作成側も難しいんでしょうね。どこを採用して80分でまとめるか苦悩したと思います。だって今振り返ったシーン、どう考えても大事でしょ。なぜゴミスパの決戦と呼ばれているのか、この因縁はどこから来たのか、猫又監督と鵜飼元監督の思い、それでそのお詫びなのかは知りませんが、逆に本編ではないオリジナルシーンが映画にはありました。それが試合前の武田監督と猫又監督の握手。武ちゃんが強気に満を持して勝ちに来ました。対して猫又監督は受けて立つ。こんなやり取りが映画ではあったんですけれど、これは過去のシーンを彷彿させてますね。東京遠征で武ちゃんが放った言葉、満を持して勝ちます。先に酔った勢いで言ったのかもしれないけど、全国という大舞台で改めて宣言してくれました。そして猫又監督の受けて立つは先ほどのシーンですね。昔から鵜飼監督が挑むたびに返していた言葉、過去のワンシーンとつながっている配球らしい表現。ここから最高に熱い祭りが始まります。次、カットされたシーン。映画では開始早々変人速攻、そして猫間のシンクロ攻撃からのカラスノのシンクロ攻撃オール。これがものの数分で進むんですけれど、その間がカットされているので、それを見ていきましょう。まずは、茜ちゃんとアリサさんのやりとり。初めて見る変人速攻に開いた口が塞がらないアリサさん。速攻を茜ちゃんが解説。変人速攻は認めたくないけど、認めざるを得ない。その速さに魅了され、ときめきが止まらないようです。それを恋と勘違いするアリサさん。恋は稲妻。どっかのコックみたいな
発言。アリサさんは恋バナとか好きそう。リエフに彼女なんてできたら宴なんでしょうね。そしてここも好きでした。互いに称賛し合うリベロ、ユウと森助くん。二人とも名字が印象的だけど、下の名前で呼び合うの好感持てる。次、ケンマの視線フェイント。当初の日向はこれによく引っかかってましたが、直前でとどまる。全国でより理性的になった日向、簡単に引っかからなくなりました。一応直前、鍵山にも指摘されたようです。小爪さんの視線フェイントは要注意。ケンマも感心しています。騙されなくなった。でも、あっと思ったらもう遅い。こういう駆け引きはやっぱり研磨が一枚上手な様子。黒が鮮やかに決める。鍵山から無言の圧。頭では分かっていても反応しちゃう。赤足が言うには研磨は動きが少ないから小さな動きを余計意識してしまう。これに僕とさん、分かる。自分の発言にこんな全力で共感してくれたら嬉しいですね。常に全力。可愛いです。あと、こんなシーンもあります。月島と研磨。無言の攻防。やはり月島はセッターが嫌がるブロッカーのようです。それを光栄と捉えるのも月島らしい。次、カットされたシーン。またもこの二人のやりとり。ここは茜ちゃんの作中一番の名シーンと思ってます。カラスノの5枚攻撃にときめきが抑えられない茜ちゃん。そして理解が追いつかないアリサさん。攻撃枚数が多くてコートのどこを見ればいいかわからない。それに茜ちゃんが激しく反応。どこを見たっていい。ボールを見てもいいし、ボールに触ってない選手がどう動いてるかを見てもいい。コートの中に面白くない人はいない。なんて素敵な名言。この子本当にバレー好きなんだろうなって思わされる。この瞳から愛が溢れてる。このシーンは茜ちゃんの魅力というより配球の魅力、さらに超えてバレーボールの魅力を伝えてくれると思ってます。以上が序盤でカットされたシーンになります。次はこの信勝くん発言から第1セット目が終わるまで見ていきましょう。フローバーサス月島と山口。ここの下りはほぼカットされてませんでしたが、一コマだけ。しかも結構大事な一コマがカットされたので紹介しようと思います。サーブ&ブロックが決まった後、最近のバレーはどうだいと黒が聞きます。憎らしいけどなんだかんだお世話になった黒尾さん、その恩を振り返りながら答える。おかげさまで、本当におかげさまで、ごくたまに面白いです。個人的にごくたまにが不要だけど、そこが月島らしいですね。で、問題のカットされた一コマがこちら。本当におかげさまで。月島は口にはしてないけど感謝がより深くなる一コマ。これカットする必要あります？たった数秒じゃないの？でも逆にこの数秒でさえカットしなければならない。制作側が涙を流しながらカットしたのが想像できる。そして次、まあこれはカットされてもいいかなと思いました。勢い余りそうなリエフにヤックンが釘を刺す。そんな鬼先輩のカツをグーで返す。確かになんか腹立つ。カットされてざまーって感じ。次、カットされたシーン。ここの下りは大々的にカットされました。朝日さんの活躍シーンです。加速する猫間の守備。難攻不落に思えるその守りを朝日さんが力でぶち壊す。ブロックに思いっきり当ててブロックアウト。菅さんがブロッククラッシャーと命名。縁の下がちゃんとまた変な名前つけたと突っ込んでくれました。細かい仕事ありがとう。ちなみにこれ日向が食いつきます。ここまでがハッピーセット。まさに力でもぎ取り一点。エースの威厳を見せつけます。宮城から悟りたちが解説。どうやらブロックの落ち目を狙った。これは前日の稲荷崎戦、疲れ切った終盤でもやってました。五色は半信半疑だったけど、悟りとも意見が合致して疑念が確信へ変わる。そんなカラスノをクレイジーと悟りは言うけど、五色が言うように悟りだけには言われたくないですね。カラスノに兆しが見えたようですが、鵜飼元監督は不気味な笑み。もたもたしてっと爪が届くぞ。ここもカットされてましたね。この後の展開を予想してるみたい。その予想、残念ながら的中。もう一度エースに託す。ブロックしてもお構いなしだから、ブロッカー悟りはこれが嫌い。しかしこれに対応、相手に慣れて順応する。それが猫間の戦い方。事前に守備配置を一歩後ろへ。再び菅さん大好きブロッククラッシャー。豪快にブロックを吹っ飛ばす。気迫のスパイクに誰もがブロックアウトと思いましたが、これをトラが拾う。猫の爪が届きました。またしても猫間の守備が加速する。これには悟りも絶賛。ポッキーを食べてるのは可愛いですね。こんなにポッキーが似合う人そういませんよ。相手の攻撃を攻略する。それは今までカラスもやってきましたが、猫間に至ってはその対応の速さが尋常じゃない。つっても今の攻撃、この試合でミスの1回だけ。猫間の守備力だけじゃなくて柔軟性や対応力が分かるシーンでした。そしてまた朝日さんにボールが託されます。やはりエースは攻撃の最後の砦。しかし相手コートは化け猫たちが蹂躙。守りで相手にプレッシャーを耐える。このプレッシャーでいい加減ここで決めないとって焦ってくれたら叩き落とすチャンス。朝日さん、いろんな選択肢が頭をよぎります。五色はもう一発吹っ飛ばせばいいと気楽にこぼす。正直僕も安直にそう思うんですけれど、きっと
当位になると色々考えちゃうんでしょうね。土壇場でのメンタルが弱いはずの朝日さん、プレッシャーに負けずメンタルも折れず、綺麗な空中姿勢を維持して真っ向勝負。ここまで狙ってたかは分かりませんが、ボールはブロックとネットの間に吸い込まれます。勝者は朝日さん、悟りも満足そう。長い長いラリーを制したのはカラスノでした。たった1点を取るのに一苦労、見ててこっちが疲れるそのラリーに観客も同情。日向はめっちゃ拾われてる気がするみたい。残念ながら気のせいではない。影山が辛辣にしてき、田中のフォローもつき、どれだけ守りを固めてもすぐに打ち破ってくるカラスノ。その強引かつ強力なプレイスタイルにプロも切れる。このカットされた朝日さんの下り、ここはカラスの攻撃とネコマの守備がシーソーゲームになってます。だから彼らはこう思う。俺たちの全力を次の瞬間超えてくる。これだからこいつらが嫌いだ。この表現も好き。互いに好敵視で互いに好きなのは我々でも明白。この上なく好きという感情をあえて逆の言葉で表現するのおしゃれ。そしてここからは1セット目が終わるまで本編と映画では大きな違いはなく、比較的カットも少なかったです。でも第1セット目の終わりを本編ではある人物が締めくくりますが、映画ではその一コマがカットされてたので紹介しようと思います。1セット目は猫間が選手、研磨の手腕が光りますが、その点の取り方が巧妙。勢いも威力もない返球。しかしカラスノ、これが取れない。カラスノのお見合いを誘発させました。実況が解説、リベロの逆を突きセッターの動線を狙った。カラスノの攻撃意識の高さ、カラスノの長所を利用した。カラスノのみんなが商用化してきてる。このセリフ、映画見に行った人ならわかると思っちゃけど、もう笑いそうになった。商用化をあんな強引に表現するとは思わなかった。そして波乱の幕開けを締めくったのはこの人物、天童悟り。こんな奴らいたんだ。この一コマが映画ではカットされてました。悟りと五色は猫間高校の存在を今日初めて知ったようだけど、その恐ろしさは十分知れたようです。王者シアトリザーが猫間、そして研磨を認めたようで、個人的に好きな一コマでした。第2セット目、映画ではまず開始早々目も覚めるようなブロード。しかしそこから西根谷のレシーブで助走が立たれ、日向が焦りスパイクアウト。それが合図かのように変人速攻がドシャッとという展開があっという間に過ぎるんですけれど、本編ではもっと緻密に描かれます。カットされたシーンを改めてこの展開に肉付けしようと思います。まず第1セット目が終わり、コートチェンジの出来事。研磨が日向を褒める。翔陽レシーブ上手くなったね。稲荷崎との試合見て思ったけど、日向嬉しそう。今自分が頑張っていること、意識していることを褒められたら誰だって嬉しいですよね。たとえ適切じゃないかもしれませんが、前髪切った翌日彼氏に褒められた彼女みたい。レシーブは難しい。だからこそそこに付随する魅力を二人で共感する。きっとバレー経験者にはわかるんでしょう。テンションが上がった日向、俺は絶賛かっこいいボール拾い特訓中だぜ。意味不明な発言。研磨もこれは共感できないみたい。一見笑っちゃう描写だけど、研磨はこの会話で翔陽の中でレシーブの意識がより高くなってる、そう再確認したのかもしれない。そしてカラスノのミーティング、猫間のサーブが日向を狙っている。これはもう明らか。理想は日向に膝をつかせること。稲荷崎戦でアランにやっていたことです。狙われていることに喜んじゃう日向。全国5本指アランと同様、つまりと勝手に自分を過大評価していると影山がぶった切る。1セット目取られたけどみんな元気です。だとしても日向にとって牽制されるのはやはりしんどい。アランの場合、少し助走や高さが削がれてもパワーや身長があるから勝負できる。だから 100% は 90% になっても大問題じゃない。でも小柄な日向は助走が大事。 100% じゃないと意味がない。前でレシーブして助走距離の確保、この前後の動きは無理がある。そこに追い打ちをかける研磨、入念にサーブの指示をします。そしてローテーションを変えてきました。研磨は前衛で福永のサーブからスタート。猫間には珍しい配置で、普段は S1 配置らしい。 S1 配置はセッターからサーブで始まる。前衛にスパイカーが3枚いる配置のこと。前衛スパイカーを1枚入りでも優先した目論み。日向狙いのサーバーを増やした。徹底的な日向潰し。しかしレシーブ直後、日向がコートを俯瞰する。田中と第3の位置を確認。ライト側が空いていると想定。確かに前でレシーブ、助走距離確保で後ろへ。前後の動きはしんどい。じゃあレシーブの勢いのまま前へダッシュ。日向のお箱、コートの横幅目いっぱい、ライトから空を切るようなブロード。うまく速攻を封じたと思っていた猫間、それを超えてくるカラスの止まない攻防合戦。そしてここでも小さな攻防。ナイス待ちの日向 VS 絶対に言いたくない影山、頼もしい限りです。鵜飼さんが言うには今日向である必要はなかったらしい。でもだからこそ使った。これくらいで速攻を封じたことにはならない。日向を中心にセッター同士の火花が散る。攻略が甘かった研磨、嘆くどころか面白いままでいてねと不気味に笑う。ここから日向潰しがさらに加速。試合は拮抗して進みますが、依然としてサーブで日向を牽制。しかしさっきまでの日向に取らせるサーブではなく西根に取らせる。カ
カラスノも黙ってはいられない。露骨に前を狙ってくるから守備配置を全体的に前へ。ここでリエイフが機転を利かせる。前を守れば当然後ろが開く。しかしこれを西野が普通に拾っちゃう。リエイフやってしまったという表情。そして日向はまるで水を得た魚。十分に助走を確保できれば変人速攻が可能。サーブでの牽制がどれだけ日向を苦しめていたかがわかるシーン。リエイフは余計なことをしたと後悔。これ辛いですよね。おとなしく指示されたようにショートサーブすればよかった。そんな風に自責の念に駆られそう。しかし猫又監督、その感情をリエイフの表情から察知。一番無意味なのはただやること。考えてやってみて失敗するのはあり。なんて素敵なフォロー。この言葉がないとリエイフの中で俺ってやっぱり頭使うのダメだ、これからも指示されたことだけやろう、そんな風に自分を卑下したり、負の感情が暴走しそうですよね。でも猫又監督は結果よりリエイフの挑戦を褒めてくれた。教えるのはバレーだけじゃない、教師の鏡。ここからもまだ試合は拮抗。朝日さんのサーブやミドルの速攻、ここもカットされてましたが好きです。月島が自分で飛んでおいて、うわやっぱ来たよと嫌がる。飛んだくせに嫌がるのおもろい。どれだけ策を練ってもカラスの攻撃意識は簡単に揺らいでくれない。それでもサーブの狙いは変わらない。日向が取るか迷いながら西野へ取らせる絶妙なポイント。1セット目は日向に前後の動きをさせるサーブだったけど、2セット目の開始早々のブロード、あれを見て研磨が作戦を変更した。ブロードの横道を西野で塞いでいる。日向がミスをしてるわけじゃない。でも少しずつ日向の本数が減ってる。そのストレスがついにあらわになります。田中のスパイクをブロックして猫間のチャンスボール。日向この試合はすげえ疲れるみたい。牽制されて息苦しいのは日向も感じてるんでしょう。それでも飛ぶのは日向にとって別腹。ポジションはミドル、ブロックでも貢献する。カラスの大きな1点を得る。しかし研磨ここで同目、何かを察知します。どうやらさっきのブロックネットに触れてしまった。カラスの失点です。これが日向のほころび、その始まりなんですけど、映画ではここがなかったですね。実況は猫間命拾い、あたかもラッキーのように解説しますが、研磨の様子を見るにこの展開を待っていたんでしょう。その思惑はまだ水面下で誰も気づいていません。そんなことを通ほども知らないリエフ、タッチネットした日向を煽り、空をビビらせたと敵と味方同時に殴っていく。とても頼もしいです。雲行き怪しくなりますが、切り込み隊長が爽快に晴らす。田中がサービスエースを決める。ここからもカットされてましたが、2年生にスポットが当たります。田中の男気、トラも認めざるを得ない。第一印象は最悪だった2人、でも戦うたびに痛感する。田中龍之介、中身は最高に男前だから負けたくない。トラは猫間のエースだけど、レシーブも劣らない。髪型からは想像できない丁寧なプレー。トラ同様、田中もトラを認めている。そしてトラはもう一人ライバル視していた。それがこの男、福永。バックアタックを見事なコースで決める。福永はあんまり目立たないけど、要所要所で決めるし、特にコースがいい。その技術はトラや田中より上でしょう。ヤックンと元気にハイタッチ。ちなみに福永はハイタッチするとき、相手は片手でも両手でする。その理由はエグザイルが両手でするから。答えが答えになってない。ヤックンですら扱いに困る福永、恐るべし。その流れを切るように山口2回目の投入。あんなにビビリだった山口がこの大舞台でワクワクしてる。イフさえ感じる風格。試合序盤、トラからエースを奪ったジャンフロ。福永がレシーブ、研磨が託してトラが決める。猫間は3年生だけじゃなく2年生も劣らない実力者。来年はどこまで行ったんでしょうか。万能の両力という言葉、実況のワードセンスが秀逸。ここからもまたもシーソーゲーム。両者譲らないけど、やはり日向の得点が見られない。ついに実況から、今日はいつもより得点が少なめと言われてしまいます。そう聞いちゃうとこの元気もなんだか虚勢に見えてしまう。日向ブロックでワンチを決める。カラスのチャンスボール、コートの横幅を目いっぱい使ったブロード、強烈に決まったと思ったらこれがアウト。ちなみにこのアウトは映画でもありました。ここからは映画同様、悟りが言葉を失うほどの予期せぬ展開。変人速攻が捕まる。明らかに読まれた。サーブで牽制して西野屋でブロードの受走路を立って、その焦りがタッチネットを生み、さっきのアウトでより明確になった。そして影山なら日向のミスをそのままにしたくない。研磨は巨者で小柄な選手だけど、その洞察は簡単にスパイカーを殺めてしまいそう。さっきまで面白いままでいじねと言っていたのに、もうその瞳に日向は映らない。興味がない。これが一番残酷。おとりとしては屈辱でしかない。さらに盤石になる猫間の守備、それがより伝わるシーンが2つカットされたので紹介します。一つ目は黒、やはりブロックの要。身長は月島の方があるのに大きく感じる。月島が身をすくめるほどの威圧感。二つ目は役森助、リベロだからスパイクは打てない、攻撃には参加できない。それでもこの存在感。朝日さんのスパイク、逃げるようにコートの外へ。アウトになり、ここで猫間がリード。2セット目終盤にして逆転します。ここは僕とさんが大
するのがいい。ヤックンの恐ろしさがより伝わる。ヤク・モリスケはボールに触れずしてスパイカーを殺す。映画でヤックンにあまりスポットは当たりませんでしたが、やはり守りの猫間、その守護神はかっこいい。スパイクを拾われることが守備完成の最終段階じゃない。スパイカーのミスを誘発させる。カラスの音、日向の途絶えた道。それを切り開く鍵山。セッターとしての本領発揮。あえてオープントスを選択。このあたりは映画と本編で大きな違いはありませんでしたが、次の下りがカットされてました。映画では豪快に決まるけど、実はこれ、豪快に透かします。振りが豪華だったから、我々も会場のみんなも拍子抜け。一応カラスの得点だけど、日向は赤面必死。逼迫していた空気が和みます。その空気の中で、研磨が熟考。なぜ日向にオープントスか。有効とは思えない。整理が終わらないまま笛が鳴ります。再び機会が訪れてオープントス。ここで少し階層が入る。日向が辿ってきたトスの奇跡。中学はトスどころかセッターさえいなかった。バスケ部やサッカー部の友達にお願いした。そういえば中学卒業後、カラスの入学するまではママさんチームに挙げてもらってたらしい。そしてこの1年間、いろんなセッターに挙げてもらったけど、これほど洗礼されるトスはなかったでしょう。綺麗なトスと五色が反射的にこぼす。そして調べ先輩に聞こえてないか確認。この様子だったら五色、夢でも調べに怒られているかもしれない。かわいそうに。ここからは映画同様、速さではなく高さで点をもぎ取る日向。リズムを変えてきました。興味をなくしかけた研磨、再び思考する。たどり着いた答えは犬岡の導入。高さには高さで対抗。一度は阻まれますが、次は速さでも高さでもない。技術で点をもぎ取る。ブロックの指先を狙う。ブロックアウトで切り開きます。何度攻略しても何度も変化する日向。ブロッカーたちが苦渋を舐める中で、なぜか一番嫌がっているのは身内の月島。お前マジでいい加減にしろよ。この空気を変えるべく、猫間、ピンチサーバーを投入します。手代玉彦。なんとこれが公式戦初らしい。初公式戦がこの大一番なんて絶対緊張しますよね。あの時の山口がそうでした。あれは山口が悪いんじゃない。あそこで山口を導入した鵜飼さんがドイツなだけ。この待遇に実況も同情しますが、その情け黙れというように淡々とサーブ。今まで会場を黙らせる大エースやビッグサーバーはいましたが、実況を黙らせるのは初。1年生にして気も座ってますね。映画ではただのアンダーサーブみたいな演出でしたが、実はこれ天井サーブ。春校舎戦椿原の姫川くんがやっていたやつ。研磨は天井サーブが好きみたい。会場の空気を利用してる感じがあって、今はやる人少ないから奇襲感もある。だからこそ姫川くんがカラスの天井サーブをしていた時、研磨は機嫌そうにしていた。初見と2回目ではインパクトや奇襲感が薄れる。確かにあの時研磨の描写がありました。椿原戦で研磨が映ったコマはこの2コマだけです。この時点で猫間に天井サーブの使い手がいると予想できた人はいなかったと思います。それよりもこの時点でカラスの音の試合展開を考えていたと思うと、やはり研磨の戦略性は計り知れない。確かに経験済みだから奇襲感は薄れるけど、苦手意識植え付けたってことでどっこいどっこい。自分で勝手にまとめるのも研磨らしいですね。しかしこのワンプレーは浅瀬さんが決めます。これでカラスのマッチポイント。ラストは映画同様、日向の企画のレシーブ。再び研磨の瞳に光が宿ります。直接コードに落ちてカラスの得点。セット数は1対1。まだまだこれからなのにカラスのは有頂天に喜ぶ。初めての練習試合6セットやって1セットも取れなかった。だからこの1セットは彼らにとって劇的な1セット。ゴミスパの決戦、ここからが最高潮。最終セットは黒と研磨。二人の過去編から始まるんですけれど、本編と映画ではその導入が違いました。映画では黒がリエフやタラを励ましている様子を研磨が傍観してて、黒は人をその気にさせるのがうまいと思う、そう心で言いながら階層に入り河原のバレーシーンに飛びます。しかし本編では黒は人をその気にさせるなんてセリフはありません。実際はこちら、人見知り、引っ込み思案、今みんなに聞けば全員俺の方って言うと思う。黒の方がひどかったって言っても多分誰も信じない。こうやって過去編に入ります。これが正真正銘2人の出会い。お互い人見知りだから固まっちゃってる。黒に対する研磨の第一印象は変な頭。多分黒初見の人9割くらいこれでしょう。2人はバレエの体験入学に行きました。ここは逆に本編ではなかった、映画だけのオリジナルだったんですけれど、黒がレシーブ褒められてめっちゃ喜ぶ。飛んで喜ぶって表現があるけど、まさにそれでした。めっちゃ可愛かった。あんなに可愛かったのになんでこんなになっちゃったんですかね。残念です。そしてここで猫又監督と出会ってできる喜びを知った。これをきっかけに黒はうざくなっていきました。
そんな出会いだった2人、ここからは映画と同じなのでさらっといきます。見る者を魅了する怒涛のラリー、そして月島 VS 黒、ここの下りであるコマがカットされたので紹介します。それがこちら、リードブロックについて黒が思いにふける、最後に笑うブロック、頭で分かってたって遂行できるとは限らない。ブロックの理想は当然スパイクを止めること、ドシャッと決めて盛り上がりたい、もう本能で動いてしまえ、疲れたり劣勢になるとそんな風に考える、このコマとても好きです。理由は2つ。1つ目は黒の人間らしさが垣間見えたから、あの黒でさえもドシャッと決めたい、その快感に浸りたい、そんな欲があったんですね。そしてもう1つ好きな理由、この考え方が本当に正しいのか、そういう不安しこりが黒の中にあった、それがわかるシーンだから、だからこそ次の脅しに深みが増す。ツッキーの徹底ネチネチブロックにみんなが腹立つ。だからこそ、よかった、間違ってなかったって、そう思えた。この煽り、配給作中の煽りで一番好き。僕たまに配給のキャラをクソ野郎で表現するんですけれど、ある共通点を持つキャラをそう呼んでます。それは人を煽るとき、相手を褒める。煽ってるくせに褒めたりあげたりしてくる。余計に腹が立つ。今回もそうです。月島のブロックにみんなが腹立つ。言い方が尺だけど、一応褒めてる。月島のリードブロック、その脅威はカラスノが一番知ってる。そして稲荷作戦、凛太郎との攻防を黒も見てました。だから黒が抱いていた不安やしこりが払拭された。自分の考えは正しいと安堵できた。それを月島が証明したから、リードブロック、俺がツッキーに教えたことは正しかった。これらのセリフが意味するのは、ツッキーが優秀であればあるほど俺はもっとすごい、だから覚悟しろよ。圧のかけ方が効果的で上品、けなしてもいない、ディスってもいない、むしろ褒めてる。でも月島と黒が師弟関係だから脅しになる。映画でももちろん鳥肌演出だったけど、さっきのコマ、この前置きがあるとより深みが増すと思います。次、カットされたシーン、犬岡壮の活躍。同じミドルブロッカーとして日向には負けられない。壁として日向の前に立ちふさがる。しかし日向は調子がいい。犬岡の両手を鮮やかに打ち抜きます。犬岡も一瞬何が起こったのかわからない。一目ブロックの上から撃たれたと見えるほどでした。実況も驚く。今のは仕方ないというような解説。リエーフが犬岡に得意げに指摘、万歳ブロックはダメ。プロがツッコミはするけど、そこまで万歳でもなかったとおのおく。犬岡って最初猫間戦った時、日向のライバル枠みたいだったけど、日向が急成長したせいか劣って見えてしまう。犬岡も自分が遅れてると感じていた。実は犬岡ミドルだけど、近いうちウィングスパイカーへ変わることを検討されていました。その理由はミドルともう一枚高さが欲しいから。高さを理由にその役に抜擢されました。猫又監督は柔らかい口調だけど、これは同時にリエーフにミドルとして負けたことを意味している。ポジション的にミドルは2枚、猫間には黒がいるから残りの1枠を奪い合う構図。それをリエーフに奪われた。バレーを始めた時期が遅いリエーフに負けたのは悔しいと思う。さらにウィングスパイカーはミドルと比べてよりレシーブ力が必要みたい。おそらく犬岡は猫間の中ではレシーブが苦手な方なんだと思う。ポジションも捉えて苦手分野と向き合わなければならない。いつも元気いっぱいで太陽みたいな犬岡、こういう経緯があったらしい。でも逃げずに立ち向かいました。さっきは触れませんでしたが、実は第2セット目で犬岡が田中のサーブをレシーブした。見事なレシーブと思ったけど、カイ君は優しい顔してて甘やかせない。まだナイスレシーブとは言わない。自分の代役として入るならまだ未熟なレシーブみたいですね。犬岡は今大会でレシーブの意識が高まった。もちろんウィングスパイカーになるからっていうもあるだろうけど、拍車をかけたのは日向の存在。2人ともスパイクが大好きなはずなのに触発されたのはレシーブ。そして最終セット、またも田中のサーブ。本調子なのか、今までにない威力。カイ先輩が見守る中、華麗にレシーブします。会場に響く音が聞こえてきそう。カイ君もナイスレシーブが笑みと共にこぼれる。そしてここから流れるように助走、高い打点で強烈にスパイク。犬を飼って正直リーフが出てきて薄れちゃったけど、優秀な選手だろうし、何より素直で元気でいいやつ。2年後にはカイ君さえも超えてるかもしれない。これが犬岡のカットされた活躍シーン。第3セットは細かいところを除くと他にカットはされてなくて、白熱のラリーが続きますが、最後のプレイは演出というより視線が全く違いました。本編ではカメラ目線のような読者目線。でも映画は完全に研磨目線でした。あの映画に限っては研磨が主人公と言っても過言じゃないくらい。だからこの表情、あの研磨がリエフに激高するシーン。ここも研磨目線だから研磨の表情はスクリーンに映らない。そしてここも、どよめく東京体育館。それが夏のあの日を彷彿させる。こんな全体を把握できる視点ではなく、ここも研磨視点でゆっくりと周りを見渡すような演出でした。作成側にどんな意図があったんでしょうか。とてもこだわりのある演出だったと思います。もし映画見に行った人で自分なりの考察があればコメント欄で教えてください。そして最後のプレイだからといって劇的なシーンではなく、研磨が汗でボールを滑らせてゲームセット。
この長いラリーはコートの12人全員がボールに触れていました。実況の全員分の圧がついているという解説が、つなぐのスローガンを連想させている。気づいたら終わってた。猫間らしい上品なラスト。ここからはほぼカットはありませんでしたが、またも一コマだけ。とても好きな一コマが映画では抜けていたので紹介させてください。試合が終わって猫間監督が選手に礼を言う。ナイスゲーム、そしてありがとう。このありがとう、いろんな思いがこもっているだろうし、特に黒には特別な思いを感じる。俺と鵜飼の夢を叶えてくれてありがとう。多分そんなところ。正直選手からするとそんな大昔の約束なんて知ったこっちゃない。その約束のためにここまで来たんじゃない。でも黒は人一倍監督たちの夢の実現を意識していました。あの大地さんでさえ監督たちのためにというような発言はありません。なぜそこまで親でもない監督を尊重するのか。きっと恩があるから。バレーの魅力を教えてくれた恩、その恩返しとしてゴミ粒の決戦を実現したい。だからこのありがとうございましたにもいろんな思いがこもってると思います。それで問題のカットされたコマなんですけれど、この2つのありがとう、その間にこんなコマがあります。こっちの方ですね。黒が顔を背ける。研磨からも我々からも見えない。泣いているんでしょうか。涙を見られたくないんでしょうか。この一コマだけで泣けてくる。猫又監督と黒、別にありがとう以外は口にしてない。夢を叶えてくれてありがとうとか、あの日バレエを教えてくれてありがとうございますとか、そんなことは一言も言ってない。でも二人はそれが通じ合ってると思います。ここからの語りは映画関係ないです。黒の一番好きなところを語っていこうと思います。こうやって振り返ると、黒って大切な人と思いが通じ合う時に幸せを感じるんだと思う。春高予選後輩がリードブロックや後ろとの連携、その快感を知らなかった。そんな後輩と全国で見事連携。いつも憎らしい顔をしてるのに、通じ合った時はこんなにも純粋な笑顔。チームワークの魅力が伝わって嬉しそう。月島なんて他校なのに、バレーの魅力が伝わって嬉しそうだった。そしてバレーの楽しさが相棒に伝わった。涙が出るほど嬉しい。バレーにハマる瞬間、それは人によって違うだろうけど、多くの人はスパイクとかサーブとか強烈な一撃を決めた時にハマると思う。でも黒はそんな劇的なプレーじゃない。これらのような意思疎通ができた瞬間、この瞬間が黒にとってはたまらないんだと思います。高校生を卓越したようなこの感性、黒の一番好きなところです。猫又監督から教わったことが相棒後輩に伝わって、その快感を知ってしまった。だから将来この職業に就いた。バレー選手ではなくバレーを普及する職業、次は世界に向けて伝えていく。つなぐというスローガン、最初聞いた時ボールをつなぐ物理的な意味で猫間らしいと惚れたけど、そんな枠に収まらない人の思いをつないでいく黒の生き様、猫間というより黒尾哲郎にふさわしい。以上、映画でカットされたシーン語ってみました。細かいところまで拾うと本当はもっとあるし、逆に映画だけの追加されたシーンやセリフ、そんなのももっとあると思いますが、動画長くなっちゃうし、これくらいにしようと思います。それでもやっぱりね、あの一コマとか、あのワンシーンとか、これがあればもっと深くなるのにってところがたくさんカットされとって、もどかしい気持ちが若干ありました。と言ってもやはり劇場版ゴミ粒の決戦、本当に名作でした。冒頭でも言ったかもしれませんが、僕はここが一番感動しました。黒に良かったね、お疲れ様って言いたくなった。日向の歓喜の声とか、黒の笑い声とか、映画だからあの感動を生んだと思ってます。今回は映画にちなんで動画1本で無理やりまとめたんですけれど、いつか動画何本かに分けて、ゆっくり、じっくりとゴミ粒の決戦も語ってみたいと思ってます。僕が一番語りたいのは研磨と黒、2人の関係性なんですけれど、今回はそこを語れなかったので、またの機会でも聞いてもらえたら嬉しいです。それでは今回もご視聴ありがとうございました。動画良かったと思ったらチャンネル登録高評価よろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。